どうも、ベイチャンネルです。ただいま、群馬県高崎市にある少林山だるま寺を目指しております。前回の動画で予告いたしました通り、だるま寺さんでありがたい御朱印をいただきますよ。その後はグルメリポートもしております。それでは高崎観光エピソード2の始まり始まり。ベイチャンネルは嫁シャティオと旦那主任の2人が旅に出たりイベントに参加したりする Vlog です。私たちの動画が少しでも参考になったり面白く感じていただけたなら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録をしていただけると幸いです。
崎車中泊の旅はいかがでしたでしょうか。個人的には公共所で写経しているところをお見せできなかったことが残念でなりません。公共所まさかの撮影禁止だったなんて。それでも高崎観光楽しかったので OK です。今回の動画はこれにておしまいです。ご視聴いただきありがとうございました。